てもよっ。私は空に上がらない凧は作らない。だから大きくても小さくても私の作る凧は全て空に上げるために作るから、私の主義主張というのは空に上げて凧だ。だから空に上がらないのは凧じゃない。五十嵐正一さん61歳。五十嵐さんは物心ついた頃から凧と共に人生を歩んできました。これが本当の鳴りなんですよね、静かな音がするんですよね。甲高い音はしないんですよね。低いいい音がするんですけどね、我々はいい音って表現するんですけどね。これはうなりというタコの部品。風を受けるとその名の通りうなり出します。うるさい音じゃないです。自然の力を必要とする道具はたくましく、それでいて温かみがあります。五十嵐さんの作るタコにもそんな手作りの温かさを感じます。五十嵐さんが揚げているのは江戸タコと呼ばれているものです。普通の四角いタコよりも江戸タコは細長く、大きなものでは畳2枚ほどのものもあるそうです。このタコ、すべて五十嵐さんの手作り。素材の一つ一つに五十嵐さんの思いが込められたタコが今日も空に上がります。タコを作る人は日本中に数多くいます。しかし江戸タコを作る人、まして絵まで描ける人はあまりいません。五十嵐さんが入っている江戸タコ保存会でも絵が描ける五十嵐さんは貴重な存在です。東京の江戸タコ独特なんですけどね、江戸のタコで。ここでこう絞るのね、こう絞るでしょ。変形になるわけ、変な感じでしょ。これでよく余る、これだけ。骨に紙が巻いてあるの、これは巻骨っていうんですけどもね、これも江戸タコの特徴です。だから本格的な江戸タコというのは、これが骨が10本の骨を使ってあって、これの張り方を障子張りって言いますけどね、障子みたいな骨がついてるから障子張りというふうに表現しますけどもね。骨に紙が巻いてあるのと巻いてないのでは、いわゆる格好が違うわけですよね、見た感じ。だから強度を持たせる、糊の付けを良くするのと同時に、これにもやはりその息を求めてるわけですね。いかにその江戸っ子が息を大事にしたかということだと思うんですけどね。五十嵐さんの話にはいろいろなところに息という言葉が出てきます。タコの世界は息なくしては成り立ちません。それは一番目を引く絵の部分に現れています。今までに五十嵐さんは1000枚近くのタコの絵を描いてきました。そのほとんどが色彩の鮮やかな錦絵です。その錦絵のすべてが五十嵐さんの恩師橋本貞三作のもの。今は亡き橋本貞三氏は最後のタコ絵師と呼ばれた名人です。五十嵐さんはその作風にとても近く描けるために、全国のタコ仲間からも注目されています。錦絵だと武者絵、要するに錦絵から来てるのをね、俗に武者絵だこ武者絵だこって言ってますけども、種類かなりあります。で、一番やっぱり人気あります。こういうのはこの2枚出して好きな方持ってっていいよって大体こっちを持ってきます。で、よく分かってる人はこれを持ってきます。で、これが空に上がって遠くに上がった時に、これはまず絵柄が分かんなくなっちゃいます。で、これは分かるんです。細かければ、これなんかタコにしてあげた場合には、おそらく50メーターぐらい上げたらもう図柄は分かんなくなると思うんですよね。
凧を作ったのはやっぱり子供の頃ですよね。でお正月になって近くになると駒回しから凧をあげますでしょ。ところが凧っていうのはなかなか買えないわけですよね、いい凧はね。で子供の頃はもうしょうがないから自分で出し着物を作ると、自分で作ることを始めると。なぜかというと農家のしかも末っ子ですからね、一番下の子ですからなかなかお小遣いが思うようにもらえない。でも欲しい、どうしようか、作る気しないなということでしょう。ただ凧が好きっていうだけじゃなくて、子供の頃から模型飛行機作ったり、今でもまだグライダーを作って飛ばしたりなんかしてますし、それから自分で空を飛ぶということを始めましてね、まあ、今パラグライダーで空飛んでるんですけども、でタコの仲間に言われました。なんだとうとう自分が空飛んでんのかよ、タコ上げてるだけじゃ気が済まないのかよなんて言われましたけどもね、やはり空にあるっていうのはというかすごい憧れがあったんじゃないかな。タコ1枚作るためにはまず、絵を描かなきゃいけない。それと大きいものになってくるとね、裏に切れを貼ったりなんかしますけどもね、裏打ちもしなきゃならないですけども、まず竹を削らなきゃいけないから、竹屋さん、家具屋さんの真似もしなきゃいけないし、絵描きさんの真似もしなきゃいけないし。五十嵐さんは初めに下絵を描きます。そうすることで何枚も作ることができるからです。線を引くときは思い切りの良さと経験だと語る五十嵐さん。下絵として透けていた線がじわじわと上の和紙に染み出してきたという印象を受けます。下絵の線に合わそうと思うと思い切って線が引けないんです。だからずれてもいいんですという五十嵐さん。しかし筆は引くべき場所を覚えているかのようです。下絵にしてる絵そのものが、昔のね、そのタコ絵師が何十枚何百枚って書いた中の1枚を見本にしてるわけだから、あるいはそれが違ってるかもしれないって可能性あるわけね。まあいいやってふうに売り出しちゃうってこともあるでしょうし、だからそういうことを考えると全部が全部同じにしなくてもいいところね。写真ってわけじゃないんだからね。でただし私はこの橋本貞三さんというのが好きなんだけども、だから必ずこういうふうなところにね、金写というふうな言葉を入れるんですよ。写してますよということでね。今まで五十嵐さんのたこ絵には金写という二文字を書かしたことがありません。あくまでオリジナルは橋本貞三さんの絵なんです。その絵の美しさを後世に伝えていければ、その文字には少し線がずれてもいい加減ではないんだという気持ちが込められているのかもしれません。五十嵐さん流ハケを使った線入れ、見ていると簡単そうですが経験を積まないとうまくいかないそうです。ここが少し多いですから、このところにこう少し書いててやれば、これもう見上げのところに来てますからね。この線入れで絵の出来を決定してしまうと言われています。ハケで髪の毛が描かれると絵が凛々しさを持ち始めました。そして色付けです。五十嵐さんにぼかしの技法を見せてもらいました。水をつけてそれをちょっと吸わしてしまいますね。それで片方にだけちょっとつけます。難しい。青いぼかしは白を強調するために用いる手法だといいます。着色一つを取ってみても奥が深いタコ絵の世界です。タコ絵を描いていた五十嵐さんに昨年悲しい出来事が起こりました。最愛の奥さんが他界されたことです。
今年のね春は一生懸命作りました。タコの絵をね毎日毎日1ヶ月間ずっと毎日のようにタコの絵ばっか描いてましたね。でそれは自分で心に決めたことは、この絵は一切骨はつけない。で私の主義としてはタコ絵ではなくてタコを作るんだということが私の主義なんですけどもね、まあ、今回だけは今回描いてるのは一切骨はつけないと。で絵だけで、でその絵が欲しいという人には全てプレゼントしようということでね、まあ家内の供養を兼ねて、やはり一番最初声をかけて、上手になったねとかね、今度の絵はよく描けたねとか、私はこっちの絵の方がいいよっていう一番言ってくれたのが家内でしたからね。それで皆さんがこう慰めてくれるわけですよね。でいや実はこういうわけで1ヶ月間かかって描いたんだけどね、もしタコに作ってねあげてくれるんなら、どうぞ好きなの持ってってくださいって言うと皆さん喜んでね持ってってくれて、でも大体タコにしないで飾っとくっていうんで言ってましたけどね。タコというのは紙に絵を描いて骨をつけて糸をつけて空に上げて初めてタコなんですね。で空に上げないで、骨をつけて糸をつけて飾っとくのは単なるタコみたいな絵なんですね。まあ仲間なんかでもね、タコ欲しいっていう人がいるんですけどね、ちょっとこう用意されるとね、あどうぞってやっちゃうのねでもあげてくれよ、タコなんだからね、空にあげてくれよって言うんですよね。上げてる時って何、どんなこと考えてますか？特に何も考えてないですね。いわゆるもうタコがよく上がるかどうかの、まあ無心中とね大げさですけどもね、タコがね風に合ってるか、見た目はどうなのかとかね、そういうことを考えながらやってますけどね。タコの存在ですか、存在価値、タコとは何か、一言で言うとタコはタコなんですよね。私にとってもタコ、でただ私にとってはタコというのはただタコではないと、ね、されどタコと、私にとってタコというのは一言で表現するとどうなんだろう、夢中になれる存在、タコというのは夢中になれるものだということなんでしょうかね。五十嵐さんのタコが空に舞います。五十嵐さんもタコも生き生きしています。タコを生み出せる五十嵐さんだからこそタコの気持ちがわかるのでしょう。タコと共に歩んできた五十嵐正一さんの人生、生涯タコをあげていきたい五十嵐さんの思いはどこまでも広がります。